皆さん、こんにちは。こんばんは。レゴニュースのスタッツです。今回紹介するのは、ブリックリンクデザイナープログラムシリーズ2ユーザーの作品を製品化して販売するブリックリンクのプログラムです。レゴアイデアとよく似ていますが、主催しているのはレゴグループのデータベースおよびパーツ売買サイトブリックリンクです。クラウドファンディングで発売される製品もレゴグループのロゴは印刷されていますが、 基本的にはブリックリンクブランドになりますブリックリンクデザイナープログラムにはレゴアイデアのコンペで製品化を勝ち取れなかった作品もエントリーすることができますそれでは早速作品を紹介します各作品とも紹介する画像は応募段階のものなので最終製品のデザインやピース数は若干変更になる場合があります作品を紹介した後にクラウドファンディングでの購入方法についても紹介しますので ぜひ最後までご覧ください。まず一つ目、マルタ運搬列車2706ピース。オレゴン州にある設定の架空の鉄道会社、プランターチルドレンロギングが運用する、マルタを運搬する列車です。列車デザインはレゴアイデアでも非常に人気がありますが、実在の列車をモデルにしている作品がほとんどで、レゴアイデアでは審査に通過しにくい。 ローカルネタ扱いされるため製品化はほとんどありませんこの丸太運搬列車は架空の車両であることとトレッスル橋という橋の部分まで含んだデザインである点が他の列車デザインと比べてユニークですねしかもこの橋は直線ではなくカーブになっているところも芸が細かいです海の家2157ピース水面にせり出した東南アジア風のおしゃれな家です 獲物を引き上げるためのクレーンと船が付属していますので、漁師の家だと思われます。家の中も開放的で涼しそうですね。この作品は、2020年第2回レゴアイデアレビューで不合格になった作品ですが、今回、ブリックリンクデザイナープログラムシリーズ2の製品化最終候補に残りました。マッシュルームハウス943ピース、キノコの形をしたエルフの家です。 屋根の白い水玉模様と丸みを帯びたキノコらしいデザインが素晴らしいですね。建物の中はリビングと寝室になっています。ベッドの布団は葉っぱです。カタツムリの乗り物と紫の一輪車もファンタジーらしくてかわいいですね。この作品は2022年第2回レゴアイデアレビューで不合格になった作品ですが今回ブリックリンクデザイナープログラムシリーズ2の製品化最終候補に残りました。 以前は建物がヒンジ開閉式でしたが新しいデザインにはヒンジは採用せずよりシンプルになりましたブリッククロス駅3034ピース石造りの古い駅を復元して現代風にアレンジしたという設定です駅はこのようにパーツを簡単に取り外すことができますガラスの部分はくつろげるカフェ駅の中も賑わっていますプラットフォームでは これから旅に出る乗客の皆さんが列車を待っています。駅はレゴアイデアではこれまで製品化されたことはありませんが、エントリー作品の多い人気のカテゴリーです。以前のブリックリンクデザイナープログラムでも、駅の作品が販売されました。今回のブリッククロス駅も人気がありそうです。不気味な島、2773ピース、マトンチョップス海賊団が根城にしている島です。 大きなドクロの門が特徴です。島はモジュラー式になっているので、構成を変えて様々な姿を楽しむことができます。門や橋など動く仕掛けもあります。秘密の場所を探検するのも面白いでしょう。クラウドファンディングにかけられる最終候補5作品を紹介しました。皆さんはどの作品が一番欲しいですか続いて購入方法とクラウドファンディングについて説明します。 今回の「ブリックリンクデザイナープログラム」シリーズには2024年6月にクラウドファンディングが開催される予定ですクラウドファンディングというのは簡単に言えば先ほど紹介した5作品を注文するための販売会です日本からも購入できます購入するにはレゴショップ公式ストアのアカウントとブリックリンクのアカウント両方が必要ですクラウドファンディングで注文した作品はレゴショップ公式ストアの普通の買い物と同じように。 自分のアカウントの注文リストに表示されます。次はクラウドファンディングについて説明します。作品一つあたり3000個以上注文が入ると、ブリックリンクブランドでの発売が決定します。注文数が3000個未満の作品は販売されませんが、そのようなことにはまずならないでしょう。各作品とも受注数の上限は2万個で、一つの住所あたり2つまで注文することができます。2024年6月のクラファンで受けた注文は、 2024年11月までに発送される予定です価格はまだ発表されていませんが前回の価格と円安を考慮すると3000ピース規模だと3万円から4万円2500ピース規模だと2万円から3万円程度と予想しますブリックリンクデザイナープログラムシリーズ2の紹介は以上です皆さんはどの作品が一番欲しいですかちなみに2024年2月にはブリックリンクデザイナープログラム シリーズ1のクラファンが開催される予定ですこちらに関しては別の動画とスタッ r の特集ページで紹介していますので是非ご覧くださいこの動画へのいいねとチャンネル登録もよろしくお願いしますレゴブロック最新情報はスタッ r 公式サイトで毎日配信していますこの動画の説明欄から行くことができますので YouTube と合わせて是非ご覧くださいそれでは次回のレゴニュースもお楽しみに